クリスマスだしラバーズも面白いとか。あ、ラバーズもいいね。恋人いいじゃん。うん、ああ面白そう。あ、やっちゃうやっぱり。やっぱラバーズやっちゃうの。藤宮って彼女のことアスナって呼ぶらしいっす。名前が。何それ。セオやん。でオラフ君は彼女のことアンケンって呼ぶし。アンケン。やっぱ大事ですよね呼び方って。下のスキンが欲しい。下のスキン。金よく持ってんな。いい髪役職きた。金持ちだぜ。お願いします。お願いします。やめろマジでこれ。ナイス。ナイス。さて何カップルは誰だ。あ、俺もこんな阿部黒やん。照れてるし。あれ？あ、セコセコ。違う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 。プロレージ。その流れやめよう。多分俺そうするとあのお揃いのやつ釣られるから。俺だってなんかお揃いのケット頭に乗せて。あれ？あれ？え、ディズニーで二人で買ってた？恋人はサンタクロース。アベレージ君がオラフ君に変身したのでアベレージ君が変身したアベレージ君がオラフ君に変身した、うん、はい、アベレージ君がオラフ君に変身したのでアベレージ君が変身した。いやいや、出てこしい。してない、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 してない。オラフ君が僕に変身したんじゃないですか。え、オラフ君って今どこにいんの。オラフ君って今どこにいんのって。昇降機右にいます。阿部さんは僕、昇降機、停電直しに行こうとして左開けて持つの方行こうとしてます。え、だやっぱなんか切ってからさ変身する方がおかしくないですか。だってアベレージさんがオラフ君に変身したのって切った後っすよね多分。ナナコさん目線ってでも切ってから変身して、うん、そこでその人になすりつけるみたいな。え、だそれだったら最初から切る前から変身してた方がよくないですか。これは気分があるじゃない。ああローラーするべ。ローラーでいいかな。そしたら僕はオラフ君に入れます。もう奈良子さんの情報が死んだと思うんで。オラフ君だと思うけどな。やだねえ、やだねえ、やだって、やだ、オラフ君だってねえ。やろうよ。かかれ。死んだねオラフ君だったのに。本当にオラフ君だったのに。オラフ君がピンポイントで。メイヤさんはね、もうでもこれアソニストラバーズ。アソニストラバーズだよ。強すぎた。強すぎるわ。なんかクロモさんがめっちゃ嫌がったから最後。ああ、次死んでるからな。次死んでるからね、間違いなく。間違いなくそうよ。あ、まだだ。来た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 。わあ。どこ行った？あれ。ほら。え？え、これもうあと5人と？でかすぎだったのか。プロレージ死んどる。本当にラバーズだったんすね。あれ、あ、そうかそうか、巨人いないから。とりあえずプテがボタンのところにいたから。プテじゃね。7から証明できると思うんだけど。いや、プテはボタンの前にいるから。JK か。その後確認できたらボタンから。プテがね、4人くらいで。あと結局あそこのカメラの前のところで あの死体を把握したときにアベレージ君かオラフ君か両方どちらかがインポスターであることを俺が証明出してるので、まあ確かにアベレージアーソニストとかもあるじゃん。だからアベレージアーソニストとかだったらさ、人外っぽく死んでいくのはあるからオラフ君は否定できなくね。だからアーソニストじゃなくてもいいのか。ラバーズだったら死ぬわけにはいかないからクロムはかばうから。そうだね。だから結局オラフ君結構いい。ここに来て入れるか。ちゃんとアマンガスやってるそうな人はいないし。修正した。素晴らしい。素晴らしい。すげえ。アーソニストだったらアーソニストはもういないのか。オラフくん。いやあ。なんでもいいから来いよ。太陽です。お願いします。太陽です。よろしくです。照り焼き
七個、照り焼きの七個、七個は照り焼き。どういうこと？なになに、なんでみんなこんなミーティングにおる？なんでこんなミーティングにおる？またかっちゃん、またかっちゃん、はたさこさんが、はたさこさんが、またかっちゃん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 。撃ってやっしゃー、あれ、七子さん死んでるやん。じゃあ、真央さん。いや、今、七子さんの死体、武器庫下で、真央さんと一緒に発見してます。やられましたミオちゃん、撃てやっしゃー、下から上行って。やられたー。ラスト3秒ぐらいで同時で死んでるんで、ラバーズの。これ切る？ラバーズ？そういうこと？七子がキルされてる。だから、クロムさんが死ぬか。ななこちゃん、ななこちゃん、ななこちゃん、暇になっちゃったななこちゃん。あー、メラバーさん、もうすぐに。あー、ななこさんと生きて嬉しいなって思ってたのに。あー、無理だ。まあでもラバーさんあれだな、一人インプットしないと勝てんな。確かに。あー気持ちいい。こんな厚着してんのに。びっちょびちょなの。びちょびちょ。くっせんだ、あのああいうスーツ。びちょびちょにすると。で、奈良子さんはクロムとラバーズ。僕ね、ずっと見て。そうだよ。いいらしい。キロは結構浮いてる人間。ごめんね。許せない。あ、そう。あ、そう。ペアさんがね、両方やってるのは全然あると思う。どうなんだ。納得いかないのか、おはれどうした？いや、いいと思いますよ。反応間違えてる。もう一回いいですか？ちょっとアルマさんもう一回言って、もう一回言って。またハラスメントが。まあ、マオアベメイヤーの誰かかもしれないけど、ポテラさんにキルしてると思いますよ。それじゃないですかね、じゃあ。これ、スローでもいいけど。やだ。なんでなんで？反応間違えてると思う、あいつは。悔しい、アベレージ。アベコ何してんの、あんた怪しいわね、アベコ。アベレージお前、怪しいぞ動きが、お前。怪しいですか僕。で、藤宮殺してみて、アベレージ。ですよ。はい。藤宮でーす。はい、どうもでーす。やりましょうよ、今のせいに。やつやらないと、僕ら待ってますよ。時間ないですよ。クソ許せねえ。どういうことですか。全然似てないやん。どういうことですか。ちょっとやめてください。早くちょっと早く助けやないと負けちゃう。あと10秒。藤宮さん死んでる。ちょっと待って。うそー、すごい気になる。ミヤちゃんがミヤちゃんを殺してましたんで、多分ミヤちゃんが犯人だと思います。ミヤちゃんとミヤちゃんローラーすればいけると思います。じゃあ完結してますね。これもう終わりじゃん。いやマジか、ミヤちゃんと声聞き間違えた。マジショック。マジか。じゃあそうか、カメラでさ見てたらさ声しか聞こえてこねえんだよ。何してるか。藤宮さん生きてたよね。あのさ、藤宮さん喋ってたよね。めっちゃ間抜けな年で変身した。いや、意外とわかん、なんかショックだ。ちなみに、あれは本当に藤宮さんの声です、真央さん。くわぁ、そうなの？さあ、アツマさんです。ちょ、マジでなんか聞いて。全然聞いてねえ。ずっとすむら。なんか弾けるといいね。そろそろ。手に入るのかな。そろそろ。手は大体弾けない。やだぁ。ほう。そういう時大体弾けないリド。役職引いた。役職三股男。おっぽんぽん。あー、死んでる。あら、パキオくん。いや、全然。返事がおかしいだろ。いや、パキオさんじゃないの。誰、あなた。返事のチョイス違うだろ。てか、パキオさんってなんか武器庫の上の方でジーってなんかみんな見守ってませんでした？見下してた。あれ、逆にもしモーフィングとかだったら武器庫さん白くなるのかなって。武器庫から今キッチン入ってきた武雄さんがいるはずだから、それが本物かどうかわかんないけど、うん、それは偽物ですね。本物の武雄さんどこにいるんですか。今武器庫じゃないや、こ
宿舎すいませんか竹本さん、宿舎の下空いてるんで黒もいないです、その場所に。宿舎下空いてるんで、宿舎前にするの下、コンビニって言いかけた、コンビニって言いかけた、宿舎の下空いてるんだ、宿舎の下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 、見てくれ誰か、宿舎の下空いてるのは本当だ、空いてるやん、よかった、空いてる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 、なのでやってないです、やってないです、いや黒くんやってない、やったよかった、なんだ、ね、大兄貴やったんだろう、なんか証拠あるんですか、何もない、弱い弱い弱い、雑魚すぎる、アリバイもないだろう、お、本当だ、アリバイもないぞ、アリバイもないだろうが、アリバイもないぞ、ほらほら、でも動機はないないか、動機か、いやでも逆にこのメンバーで動機ある方が怖いよ、細泥の竹雄がクソ富士に殺したの、それが動機だろう、じゃあ僕の家漁ってみてくださいよ。ベンツのエンブレムしか出てきませんよ。カイジじゃねえかよ。カイジじゃねえかよ。車のやつ。なんか服かけるみたいなとこにいっぱいかけてるやつ。高級車見るとちょっとイラッとしちゃうんだよ。え、やばい、竹雄さんに気がされるよ。ほぼほぼ竹雄さんだと思うよ。マジかよ。これスキップ入れちゃったわ。なんか冗談だと思っちゃった。ごめん。やばいやばい。ああ、お土産すんぞ、お土産。やだ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 、来ないで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 、助けるからねえ、手伝うから、手伝うから絶対来ないで、手伝うから、手伝うからねえ、なるんだ、やばいやばい、おにぎ来てる、おにぎ来てる、上から上からおにぎ来てる、いやもう終わったよ、もう消されるよこんな、映画って何見たの、映画、え、カイジの映画見たよ、え、サイコロ振ってるやつ、パチンコ打ってるやつ、サイコロ振ってるやつかな、サイコロ振るやつ、でもマジでパチンコと同じ回で映画だった、それとも吉高由里子が出てるやつ、あー出てた出てた、結局全部同じやつだからあー同じやつだ、全部2の話してるんだな、ずっとも全部同じ、奪還ゲームの話してるのずっと、え、待って、おーしここ見て見て見て、ここやらんのかい、えじゃない、ナナコがなんか4人ぐらい取り巻き置いて、おいこれキルしてみろよってめちゃ煽ってた、取り巻きいる時だけなんか生きり始めて、滝尾さん結局追ってこなかったんだよさっきのターン、あーそうそうそう、出た、また来いよ、キルできねえんだろうかお前この野郎、おらよ、あもう最悪、うんこ、ブリ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 あ、ラバーズじゃねこれ、もしかしたらラバーズっぽい、やられたぜ、漏らすね、いやもう、うんこやん、もう、うんこ漏らしたかった、アルマくん、いやもう、ちょっと右下の方でずっと見てた、だけど、誰に殺されたん、誰もキル起こしてないから、プテさん、うわ、もううんこだわ、すっとけよかった、マジで、もう、うんこしたラバーズでなんかやってるとかあるかな、でさん、さっき追いかけてたら何も喋んないからモーフィングかと思ったら普通に殺してきたもん、うーん、ちょっと厳しいね、いやでも結構減ったら、結構減った、いけるいける、許せねえわ、片鎖出し抜いて、片鎖出し抜いていこう、これ黒阿部、え、阿部じゃないでしょ、あ、アルマさん、あ、黒アルっすよ、聞こえないんだよな、霊界の声に、アルマすまないね、ナナコさんってさ、ちょい何しようだな、ナナコさんテキルを安定に取るんだったら、うん、鬼切りはやむらしか、そう、次終わらないので、うん、よし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 、持ってった持ってった、あいついいよ、あるよこれ、頑張って藤宮ちゃん、マジでごめん、マジか、タケオくんじゃないんだ、それ驚くわな、プテさんがもし白だった場合、ナナコーラは絶対無理だし、ミヤハタで取れるんだったら、うん、マオくんしかありえなくなる、まあそう、結局マオさんになっちゃう、そう、俺まあ、あの視聴者目線で見てるけど、俺かな、俺じゃない、視聴者目線だから別のせいも打ってほしい、うん、あるやこれあるやごめんねあるなワンちゃんあるやあるね綺麗に切る素晴らしいね終わんなかったらほぼあそう俺っぽいよな今の話聞いたらなんとかもそうなっちゃうな力は終わらん夜会話すんな夜会話サボ頑張って俺に切る夜会話すんな遊べそうだもんなうんこうんこうんこリミアでーすどうも、フジミヤでーす。ナナコさん、殺します。どうも、フジミヤでーす。やれやれ
今日も元気いっぱい殺したいと思います。おい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 、うまい、それうまい、それうまい、それうまい、イエーイ、めっちゃホーリーデイ。あ、でもこれ、あれ右直ってる、これハタスコ、ハタスコ上上がれるか、右直ってる、これ直ってない、オラフ君。あ、直した。あ、いける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 わ。あと何秒だ、頑張れ頑張れ、あと3秒いけいけるぞ、あと絶対進む、あーちげれよっしゃ、ナイス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 だね、すげえ、痴漢もモーフィングなんてネタの中のネタなのにすげえ刺さった